じゃあ始めます。はい、よろしくお願いします。こんにちは。そうですね、こんにちは。チャットコメントいただいてありがとうございます。では早速ですけども、今回、その教育対談ということで、前から中島がやりたかったこと、はい、で一人で話してるよりも、いろんな人と誰かがいた中で話した方が、私のね、中島自身の良さとかいろんなのが引き出されるだろうなっていうふうに思ってて、今回第1回、ですね、ツイッターでつながったみんなの学校さんにゲストとしてお越しいただいて、2人でですね、教育についていろいろとお話ししていこうと思います。では、今回ゲストのみんなの学校さん、自己紹介をお願いします。はい、みんなの学校と申します。よろしくお願いします。公立の小学校で16年ほど勤務しておりまして、ただ今教育行政に携わるような形で今、仕事をしているところです。でツイッターを始めたきっかけはちょっと休職する期間があって、そこからいろいろと皆さんの情報をこう得たいなというところからこう始まっていきました。でその中で中島さんであって、で言語化していく、いろんな悩みなども言語化していくというところで自分の道が少しずつ見えてきたところがあって、これはやっぱり教育にも本当に生かせていけるなというふうに思った部分が多くあって、今回お話しする機会いただきたいなということでお話し、させてもらったという部分ですね。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ですね、本当に、タイミングというかですね、SNS というか今の時代の凄さだなって思っているんですけど、はい、これ多分普通にやってたらこの時間って作れてないですよね。そうですね。YouTube 自体もそうなんですけど本当に、はい、じゃあやりますかって言ったのが一昨日ぐらいですもんね。そうですね、そうですね。で私の方もいろいろちょっと準備が整ったのもあった、ずっと足踏みしてたところはあったんですけど、このレスポンス感でできるっていうのはやっぱりそのなんだろう、リアルのつながりだとなかなか難しい。むしろ本当そうですね。なのでありがたいことです。いやこっちもありがたいです。本当になんかスピード感というか、こう軸超えてこう話できるっていうのは本当にありがたいし、僕もすごく小さな都市にいるので、なかなかいろんな方とお話しする機会ってのは本当にないことなので、すごく嬉しく思ってます。ありがたいですね。はい、ではですね、先ほどちょっとご紹介の中でもあったんですけど、はい、で今回その対談という形で、どんな話を聞きたいとか、どんな話をしてみたいっていうのがありますか。それを教えていただければと思います。はい、はい、そうですね、たくさんあって有り余るほどなんですけど、シンプルに言うといい、ね、シンプルに言うとこれから の、教職員研修で、よく校内研修っていう言葉でよく話をするんですが、このこれからの校内研修、こういうふうに、あったらいいよねっていうことについて、個人なんていうんですかね、学校単位でできる部分ってどんなことなのかっていうことについて一番一緒に考えていきたいなというふうに思っていますし、そこと関わってこう先生方一人一人がどのように研修自分を高めていくのかということの部分についても似た構造あると思うんですけど、その部分についてもお話を伺えたらなというふうに思っています。了解です。そうですね、じゃあ、大きくその校内研修についてっていうところと、はい、あとはもう一つ、その先生方にフォーカスする形で、どう、先生方がどう学んでいくかみたいな。そうですね、先生方やっぱり僕の周りにも本当にメンタルやられちゃう人も多くて、でいろんな問題 あるし、ツイッター見てても本当に多忙か忙しいっていうツイートが溢れていて、でも本当はすごくいい仕事で、魅力的な仕事であって、でそこをこうマイナスの部分をいかに最小化して、魅力のところをこういかに最大化していくかっていうためには、やっぱ個々の個人の研修、どうやって先生方が自分を高めていくのかっていうことについてもやっぱ考えていく必要あるかなというふうに思っているっていうことですね。そうですね、はい、
実際ね、そのメンタルケアっていう部分はもう本当に喫緊な課題なんだろうなっていうのもあるし、まあやっぱりその先生が笑顔でなくて子供を笑顔にするっていうのはすごい無理ゲーだなっていうふうにはいそうですつもよ思いね。ましたね。本当にそう思います。了解です。ではですね、一応、まあ、みんなの学校、あ、じゃあ、みんなの学校さんって呼べばいい。呼びにくいですよね。そうです。あ、まあまあ、ちょっとフルネームで、ちょっと呼んでちょっくとあれださなんいで、ね。一応まあ、たけで呼んでもらってもいいですか？わ今かり度は。ました。じゃあ、竹さんとお呼びさせていきますね。はい。結構だらだらと話していくことにもなると思うんですけども、中島、まあ、いろいろ仕事として個別のセッションとかでもですね、まあ、長い方とかだと本当に3時間とか4時間ぐらいぶっ続けで話すっていうケースもあるすので、ごいですね。もうセッションとかが10分、20分とかで終わるわけがないんですよ、やっぱり。気持ちとか考えとかを言葉にしていくっていうのは、やっぱりキャッチボールだったりとか、ある程度時間がかかる。結果だけ伝えるんであれば簡単なんですけど、やっぱり気づいたりとかっていうのと時間かかるので、なるほど。で、今回その2つ、研修とニーズって、まあ特に後半の方がメインになってくるような感じはあるんですけども、まあ30分ずつぐらいでちょっと区切り入れて、投資の動画にするよりは、途中休憩入れて、2本とかぐらいに出せればいいかなっていうふうに思ってますが、わかりました。トイレとか飲み物とかはあったら言ってください。そう、本当に初なんでね、ちょっとこれで今だ、いいのか的な感じで進めてるんですけど、まあ、もうでも01が本当に大事だと思うし、僕もこんな機会いただけるの本当に貴重だと思うんで、いや、あ一りが緒たいでに、す。できたらいいなと思ってます。そうですね、ちゃんとそうコメントもいただいて、本当ですそうか。ですね、まあ、組織必要な情報っていうところは、やっぱりですね、まあ、多分こういう、匿名性があるのと、まあ、そういう実名で顔出ししてるのと、やっぱり2人必要だとは思ってるんですよね、立場的に。実名同士だと、やっぱり本音が逆に言えなかったりっていうか、そのオープンにできなかったりとかもあると思うし、お互いに匿名同士だと、お前らどうなんだよみたいなところもあると思うし、ただその匿名と実名のこのバランス感っていうところが今後必要になってくるかなとは思っているので、ですね。では、早速なんですけども、まあ、校内研修ですね。私が理事長している NPO 法人、グローアップで、今年の7月、7月、8月からか、その公立の小学校の職員研修というのをやらせていただいて、先月も来月もまた継続して行かせていただくんですけども、実際に、要はいわゆるその校内研修というのはどういうような位置づけというか考えなんですか？私は講師側の人間なので呼ばれる方なんですけど、呼ぶ方側としてはどんな感じなのかなっていうのをちょっとお話しいたこれだけますか？多分都道府県によっても全部まあ、微妙に違うかなというふうに思あ、いままあ、した。そうです基ね。本的に僕の所属し、あのしてるところでは、その研修部けっていうその公務文書の一つがあって、そこでですね、年に15回から20回程度、結構な回数、多いですね。研修1時間から1時間半ぐらい研修日っていうのを設定してるんですよね。で、そこで基本的には、やはり授業研究で、校内でその研修のテーマっていうものを設定して、それに向かって各学年の先生方が、順番に指導案を作って授業をして、事後の検討会をするっていうような、ことになっています。で、結構熱心な学校は年に1回それを公開するよっていうことで、公開研究会のような形で先生方たくさん呼んで、で、自分たちの学校の研究はこれですっていうような形で、こうやっているんですよね。だから各学校がそれぞれ研究のテーマっていうのを学習指導要領に基づいて作って
いて、その中で校内研修を行っているっていうのが校内研修の扱いというか文章ですね。となると、あの外部よりはやっぱりその内部でやる研修っていう感じですか？はいはい、あ、そうです、そうです、そうですね。それが僕の問題意識の一つでもあるんですけど、はい、とにかく、自分たちの学校で、全てをこう、ま、研究の何ていうんですかね、理論から実践からこう、一応ですね、なんかこう研究の流れにのっとってるんですよね。仮説を立ててそれを実践してこんな風になりましたっていうのをこう流れとしては、どの学校も自分の学校で全部単独でやっているっていう感じで、あの教育委員会の方はそこにこう回っていきながら、あのその様子をこう見ていってこう、まあ、アドバイスしていくような形になってる構造なんですよね。なるほど、はい。そうか、じゃあ、今実際その私が入らせてもらっているような、はい、いわゆるその外部講師が入って、はい、研修するっていうのはもう本当に ないというか、そのレア、いや僕めちゃくちゃレアだと僕は思ってます。いや俺なんか先生方ってやっぱあのね、あの自分の指導に自信を持ってる人もいるし、こう先生じゃない人に対して、あの僕は全然そんな感覚持ってないんですけど、こう現場分かってないのにな、机上の空論だっていうような感覚で、いや否定するわけじゃないんだけど、実際現実的にそういう感覚というか、うん、そういったところで、あ、なるほどね、うん、なかなか外部の人を入れれないっていうのは僕のジレンマでもありました。あと予算の問題ですよね。で大学の先生呼ぼうとしてもお金ないから無理だわとか、こう大学の先生も4月ぐらいに言ってもらわないといきなりそんなにいけませんみたいになってって、でどん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 その校内研修っていうのがこうな一つの学校のものにしかならないっていう部分があるのかもしれないですね。と、はい、いうことはそのお金の部分と、はい、あとその要は外部っていうことに対する抵抗感みたいな感じ。そうですね、それはすごくあると思います。うん、まあまあそうなんですね。だから実際あの私が NPO を立てた理由の一つはやっぱりそのお金なので、はい、やっぱりプロ講師として中入っちゃうとやっぱ何万になっちゃうんですよね。私が中島を呼んだ場合やっぱり何万になってしまうので、そうするとやっぱり予算を最初に立ててないと入れないとか、そもそもそんな予算ありませんとかあったりするんで、だから NPO でやってるので、そうするとまあその本当にまあ、すみません、あんまりここでお金の話言っていいのかっていうのはあるんですけど、現状でいけばもうほとんどその手弁当ぐらいな、もうその足代とかその特別な金額ではなくて、はいはい、学校の所定の範囲内みたいな感じでやってるんです。やっぱそうしないと入れないっていうところが私にもあって、なるほどなるほどなるほど、やっぱりお金大きいですよね。呼びたいけど呼べないっていうところ。そうですね。で、こう町の指定とか足のあの大きなこう都道府県の指定受けた学校は予算が配分されてこう呼びやすくなったあります。配分されて呼びやすくなったりするっていうのも実際あるんですよね。で公開研究会やりますってなったらちょっとあの名の知れた人を呼んで、でこう午前中に授業やって午後から自己研やって、あ、ごめんなさい、午前中に授業やって自己研やって午後からその有名な方の講演やりますよみたいな感じで、実際人も集まるし、でそこであのこう活発なものになっていくということ でちょっとこう学校同士の争いじゃないけど、なんかこう、うちの学校はこれぐらいの人呼んだみたいな、うちの学校はこれぐらいの人呼んだとか、有名な学校で有名な先生みたいな、カリスマ先生みたいなそこにいるみたいな感じになって、なんかどん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 研究が日常のもの、日常の授業のためにあるはずのものなのに、そこの一回のためのものになってるっていう、こうジレンマというか、なんか目的と手段がこう
真逆になっていくような、あのところもありますね。でもそのある種のイベント化しちゃってるっていう感じですかね。はいはい、僕が最初に行った学校も、うん、あの毎年1回大きな公開研究会っていうのをやっていて、はいはい、でそれはもう初任も何も関係なくとにかく全学級公開するんだと。でそこに何人、うん、何人の先生を集めてやるぞと、うん、いうふうになった時にそこに向けてみんな標準を合わせて、うんうんうん、こうやっていくんですよね。でそうなるとこう日常の授業っていうよりもそこのイベントのために逆算していくような、うんうん、校内研修になってしまっていて。なるほど、はい。それでいくと逆に今はチャンスなのかもしれないですね。あ、そうですね、そうですね。あのそういったいろいろなイベント的なあの要は人を集めて、はいはい、それこそいわゆるその公開で言ってね、あの子供よりもその見てる先生の方が多いんじゃないかみたいなのもあったりするわけですけど、はい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 、そういうのがもうね基本なしになってしまうと、逆にその本来のその教育のその研修はい、っていうところに立ち返りやすい部分あるのかなっていうのを今聞いてて、まさにその通りだと思います、はい、ただあ、そうですね、コメントいただいて、やっぱそうですね、予算絡むと思いますが年度当初の研修計画にそれを織り込めるかどうかだと思いますと、うんいうことだから、そこなんですよね。あのうんとどうしても、まあ、行政のね、その、まあ、税金で行っているものなので、はい、やっぱり計画立ててっていうのがあるし、はいはいはい、ただそもそも新しい人が集まって、その決まった研修以外に新しい学びを入れようと思ったら、やっぱ突発的になっちゃうんですよね。そうですね。だからそこはうまく、その、そっか、やっぱりまあまあお金の話は大事ですよねやっぱり大事ですよね。実際あれですもんね、今までもうこれからもか、特にその NPO としてやっぱり予算金とかそういう補助金みたいなのとかはどううまく活用して拡大していきたいなっていうところはあります。いいですね。あとじゃあそのもう一個、その先生じゃない人から学ばないっていうとちょっとね、あの語弊がありますし、私も知って知ってる人の中で仲間の先生はたくさんいらっしゃいます、はい、クライアントさんとかもいますけど、はい、あの先生ってお金出してセミナーとか行く人ってどのくらいいるんですかね。いやそうですね、結構若い人が僕は多いイメージを持っていて、若い先生でやっぱり最初授業とか困る、うんじゃないですか。どうやって授業やったらいいんだとか、学級系うまくいかないとかになって、うん、で、1年目、2年目、3年目とかっていう方は、比較的研修に行くっていうイメージは多いです。ただそれで、こう、だんだん軌道に乗ってくると、うん、だんだん行かなくなって、僕もすぐ40になるんですけど、うん、僕ぐらいの年であんまり研修に行くっていう人は少なくなっていくなっていう。なるほど。それはあ、ごめんなさい、あの研修、今言われてる研修っていうのは、その講座って意味ですか、セミナーって意味ですか。そうですね、セミナー、あの私的なセミナーというか、いろんなこう、まあ、なんかこう有名な先生ですね。で、あのまあ、あの講座、法定権みたいなのは、例えば5年権、10年権っていうのは、それぞれの都道府県でこう定められてるやつあるので、それはもちろんこう行くことになるんですけど、うん、結構どん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 自分流に、自分のやり方っていうのは固まっていくっていうのはあるかなというふうに思いますね。なるほど、そっか。だから、いわゆるその、まあ、ベテランとか有名な方がやってる勉強会みたいなのはい、に行ったりするけども、ある程度行くともういいかなみたいなのがある、はい、あ、そうですそうです、そういう傾向はあります。で50代の方とかで、うん、そういう研修受けてたり、いろんな外部の方と接触取ってこう、うん、っていうのは本当に少ないって僕は感じてます。あ、だからそうなんですよね。だからそれこそ私、はい、まあ Facebook やってるんですけど、はい、Facebook のつながってる、私とつながってる先生方は、はい、やっぱり少数派でレア物だっていう話ですよね、はい、まあ、実際そうですね管理職となるとなおさらで、まあ、忙殺されてるのもあるし、うん、その本当はマネジメントとかこういろんな部分っていうのは、うん、こうクリエイティブなところで工夫の余地たくさんあると思うんだけども、うんうん、基本的にはもう上から
こう教育委員会から降りてきたものをいかにやっていくかっていうような視点で、こう地域の人材を生かしたりだとか、その学校の強み生かしたりだとか、うん、こうマネジメントをしようとしてるんだけど、うん、外部の意見を取り入れてやるっていうところまでは全然まだ行ってないっていう印象を僕は個人的に受けてます。ああそうですよね、まあ、もちろんねやられてる方とか素晴らしい方はいらっしゃるっていうのも分かってはいるんですけど、はいはい、ただまあ、はい、全体的なその割合というかで見ると、はいはい、そういう印象は私もあるなと、はい、そうですよね。実際に、うん、マネジメントとかもそうだし、それはやっぱり見られたくないとか比較されたくないとかがあるんですかね、うん、どこ、いやーそこなんですかね。これは本当に学び慣れてないから、 まず僕は多忙があると思うんですよね。ああその目の前のものをいかに処理していくかっていうことで、そのこの前紹介していただいた偉大な組織の最初帝国経路の中にもやっぱり一番最初にビジョンっていうのがあって、ビジョンの共有っていうものがあるべきはずなんだけども、そこが前年度踏襲とかこう、こう大事なところが多忙によってこう消されていってるっていう現状はあるというふうに思っていて、でその場その場の例えば生徒指導の上の問題、じゃあ次指導主任やってくるから授業をちゃんとしなきゃいけないとか、なんかこうその場その場の問題解決にこう終始していって流れていってるっていう部分は少なからずあると思います。まあ、だからそこですよね。結局じゃあ多忙の理由って言い方悪いんですけど、知識不足って多いんですよ。結構いわばうまくさばけない、まあ、単純に業務量が多いっていうのはもちろんあるんですけど、はいはいはい、あるけどもそれをさばく知識とか交渉して減らすとか、要はある程度技術でカバーできる部分ってあるんですね。刺されそうないいこと言ってますけどなんだけど、そういう知識がなくてさばけないから自分の能力以上に仕事があるから多忙になるんですね。だからベテランとか能力高い方は新人よりも仕事をたくさんさばけるけど多忙じゃないじゃないですか、要は同じことで。だから自分を高めていかなくちゃいけないんだけど、高めるためには時間を作って学ばなくちゃいけなくて、そうですよね、しかも技術だから学んで一瞬ですできるなんていうね、ドラえもんも魔法もないので、だからやっぱりトレーニングが必要でっていう風になっていくと、やっぱりその矛盾感というか、はいはいはい、まあ、どうこうやって本当はね事前に準備していければよかったんですけど、即効性が欲しいっていう風になってしまうと、まあ難しいは難しいですよね。うん、そっか。であればでもその、はいはい、あどうぞどうぞ。ああごめんなさい。いや例えばその次の話とつながっていくかもしれないんですけど、その個々人が、まあ、元 教頭もか管理職も元教員なわけで、その一教員だった時代から例えばいろんなこう知識だったりこういろんな技術っていうものを身につけた上で管理職になっていくことで、そういった多忙感っていうのの減少につながっていくっていう部分もこうあると思うんですよね。そうですね、そう思います。からこう、うん、はい、ごめんなさい。こんな研修自体っていうのが授業のあり方っていうのにこう集中してるんだけど、うん、私が思うのは例えばそのメンタル的な自分のマネジメントもそうだし、うん、その業務の効率化をいかにしていくかっていう部分についても校内研修の中でこう扱っていく、うんうんうん、あと仕事の、タスクの管理の仕方っていう部分など、その辺がこう結構もう本当みんな自己流でこう試行錯誤しながら苦しみながらやってる状態っていう風になってるので、広い意味でのその先生方のこう仕事の改善っていうのは必要かなというのを思っています。はい、なるほど。まあだからやっぱ そういうのを入れたいところはありますよね。はいはい、うん、だから今結局最初はその子どもの
その今入らせてもらってる学校の研修で、はい、2回まで終わって次3回目はもう提案通ってるんで来月やる行うんですけども、はい、1回目はその、子どもの自己肯定感を高める関わり方っていうタイトルとして、はい、要はタイプ分け、要は自分と相手って違う、要は自他境界線を引き直すためにいろんな、考え方、要は思考の右利き左利きっていうのを知りましょうっていうのでお伝えしたんですね、はいはい、でそれっていうのは実務的な話ではないわけですよ、うんうんうん、まあ、日常的に子どもに関わるときにも、あ、そうか、動き回ってる子どもたちっていうのは体タイプだからじっとしてろっていうことが困難さがあるんだねっていう話、それはそのいわゆる障害の有無とは別の話として、で逆に質問ばっかしてくる子はいいからやれやと思っちゃうときもあるけど、やっぱりその子が求める質問を答え、伝えてあげることにはそのタイプ的に言うと耳タイプなんだねとかっていう、要はこっち側が知識があることによってイライラが減るわけですね、自他境界線を引き直せるので。そうですよね、自分がこうと同じように相手も考えているだろう、感じているだろう、世界を捉えているだろうって思うからやっぱ苦しくなっちゃう、お互いにですよ、なんでやらないのとか、意味わかんない、なんでそんなことしてんのみたいなのがあるのは、全部その自他境界線が引けてなくて、お互いに価値観が同じだと、とかっていうのは、やっぱ第一回でやったわけなんですけど、その後、その校長先生とかでいろいろ話させていただくと、やっぱりそのマネジメントだったりとか、先ほど言われた実務的な部分のアプローチなんかできますかみたいな話にはなって、で前回やってるのがそういう思考の言語化の方法についてとか、要は脳のメカニズムとかですね、要は、まあ、結局脳は手を抜くので、はい、基本何にも、何でもできるけど何にもできないんですよね、何でもできるけど手を抜くのが脳みその脳の特性としてあるので、なるほど、そう、覚えようとしなくても覚えていられるけど、覚える必要がなければ忘れていくわけですよ、うん、だから忘れることに悪意はないとかっていうのをやっぱり知っておけばいいし、次来月は、ほうれん草についてやりますね、まあ、急に実務な感じなんですけど、そうですね、広いですね、内容、はいはい、あ、まあそうですね、ああでもいいですね、それを3回はどんな感じでやるんですか。まあ、あの要はほうれん草、要はそもそも報告というかそのコミュニケーションですよね、うん、とは何ぞやっていうのを結構知らない方の方がてか教わらないのが多いし、うん、ほうれん草って言葉はあるからまず最初に報告しましょうみたいなのがありがちなんですけど、はい、はい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 、一番最初にやるべきは相談なんですよね、うん、要は自分が何がしたいとか今困ってるとか、はいはいはい、そういうのを相談して、あ、じゃあそうなんだねみたいな風になって、じゃあこういうのやったらとかって言って、あ、じゃあやってみますねっていう連絡をして、うんうんうん、それが終わったら結果を報告するわけですよね。なるほどなるほど、だから順番が違うよっていう話だったりとか、なるほど、あとそもそもそのいつやるのっていうのってあんまり気にしないですよね、ほうれん草とかっていうの単語とかを知ってて、まあまあ順番が違うよっていうのもそうなんですけど、はいはいはい、タイミングの話ってあんまりしないんですよね、はい、うん、じゃあいつ相談していつ連絡していつ報告するので、そのサイクルをどうやって回していくのっていうのが意外とないので、うん、だから、例えば先生でもいいし子どもたちでもいいですけど、まあ指示しましたとか、はいはい、その後子どもたちがじゃあうまくいくかいかないかで相談来るかもしれないし、これやりますねという連絡が来るかもしれないし、はいはい、やりましたっていう報告が来るかもしれないんだけど、それをいつしてもらいたいと思っているか、うん、でそれは自分もいつするかっていうところ の、うん、あの常識というか感覚価値観みたいなのがすり合わせできてないんですよね。なるほど、そうするとあいつは勝手にやってるとか、はいはいはい、なんでこんな風になるまで言わなかったんだみたいな風に、うん、そういうコミュニケーションエラーが生まれるんですね。なるほどいやいやいや、もうなんか具体的なことがすごく頭に浮かんで、あ、そうだなって思う風に思います。
いや、ほうれん草ほうれん草ってよく初任段階の先生とかに言うけども、うんうん、それは結局生徒指導上何か起こった時に必ず言ってくださいみたいな意味になっちゃってて、そうそうそう、でこう今日誰々君と誰々君が喧嘩しましたとかになって、うん、でそれは管理職に伝えたら、それはもう解決したのかいとか、怪我ないのかいみたいなリスク管理の話になって、うんうん、いや大丈夫ですとか、本人たち同士、まあ一応親に電話しとくかとかっていう感じで、うんうん、それがなんかほうれん草みたいな意味になってしまっていて、でさっきの話とはまた全然質の違う話じゃないですか、そのほうれん草今おっしゃってたものと。そうそうそう、で今回働き方改革でいろいろと民間の企業の方に働き方改革ってどうしたらいいんだっていうもので、うんうんうん、ちょっとこう教育委員会ので冊子を作ってもらった部分があったんですけど、うん、その働き方改革とは何ぞやって言った時に、うん、その業務の効率化っていうのがあるんだけど、時間をただ短縮するだけじゃなくて、こう良質なコミュニケーションを図ることが、うん、働き方改革に非常に大事なポイントなんだっていうことをその報告書の中にあったんですよね。でもそれを結構僕も現場の管理職の方とお話しする機会あって、うん、話すると、でもそれって時間長くなるでしょ、長くなりますよねって、うん、働き方改革って言うけど、じゃあ早く帰ることが働き方改革なんじゃないの、うんうん、って、でこれ労使のコミュニケーションって言うけど、コミュニケーション測ってたら時間かかってうまくいかないんじゃないのかっていうような感じもなって、こういう良質なコミュニケーション、良質なほうれん草をすることで業務効率化にもやっぱつながるし、働き方改革にもつながるんじゃないかなっていうのは今聞いててすごく思ったんですよね。いやもう本当にその通りだと思います。だから問題なのはその良質の定義なんですよね、うんうんうん、良質とは何だっていうところまで落とし込まない、だから働き方改革とかもそうだし、それこそほうれん草とか PDCA とか言葉はいい、はいはい、たくさんあるんですけど、うんうんうん、じゃあ具体的にそれって何をどうやればいいのっていうところがやっぱり欠けてる印象、うんうんうん、その抽象度っていう概念になるんですけど、抽象度が高いんですよね、はい、だからその要は指導要領はとても大切なんだけど、指導要領のまんまで当然できないわけですよ、はいはい、だからそれを自分が実際に授業を行うその現場レベルまでこうやって下げていく必要があるわけですよ、うんうんうん、だから文科省は当然全国的に情報を出してるわけだから抽象度が高い、はいはい、でそれを都道府県とか市町村とかでこうやってブレイクダウンしてって、あとは最終的に学校長だったりとか担任がさらにそれを解釈するわけです、うん、で副学級と単学級で同じことやっていいわけじゃないじゃないですか、はい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 、ちょっと独白と、いやそこは頭使うとこでしょとか、はい、考えるとこでしょとか思うわけですよその、ね、ちゃんと具体的じゃないとか、いや具体的じゃないよね、それは当たり前だねとか思うんですけど、やっぱり考える力ってそういうところで指示出されないとできない、ではなくて出せないんだから、それをうまくそのコントロールというかね、自分で考えて、はいはい、提案したりとか考えて、作り出していくこそが教育じゃないのっていうのは思いとしては、ね、そうですね、あんまりこういうことを言うと敵が増えるので言わないんですけど、いやでもね、はっきり言ってね、すっきりしますよ先ほど の多忙のことについても、その知識で解決できる、知識でこう得て技術で解決してくる部分っていうのも、うん、やっぱはっきりおっしゃるので、僕としてもすごくそうだよね、多忙だよね、大変だよね難しいよねだけじゃなくて、すっきりしますよね、はい、まあ、そこがあれですね、今後、まあ、私はもうその、これもオープンにしてる情報なんですけど、もっと原子力発電所の運転員なんですね、はい、そうですね、でも教育の人間ではないので、だからもうコミュニケーションとかも絶対なんですよ、教育、なるほど、その上下の指導とか、大勢オンザジョブトレーニング、大勢手とかっていうのも、もうやって当たり前だし、はい、ヒヤリハットとかトラブルとかも全部ずっと延々やって、で、マニュアルもその原子力に関する法令から、ブレイクダウンした保安規定とか、はい、で各マニュアル関係とかっていう世界でずっと生きてきたので、なるほど。だから指導要領とかすげえ分かりやすいと思うんですよね。なるほど。
あれは分かりにくいっていう、ちょっと意味が分かんないぞって思ってしまうぐらい、ん。今の先生方って法令とかを読めてないんだ、読む機会が少ないのかなとか、もっと大学でみっちりやってくんねえかなとか思ったりもしいや、そうですね。そうですね。そうですね。いや、指導要領も本当に、実際、いや、皆さん読まれてると思うんです。僕も、ますね。うん。バーっと読んでいるんですけど、読んでない、いや、これあんまり言わなくて、読んでない。いや、まあ、私の中でもそういう方とかはやっぱ散見されたりしますし、それこそ文科省の指示を読み込まれていない管理職の方にもやっぱりあったりはしますね。特に去年、一昨年とか、そのプログラミング授業始まる前ですね、にもう大きくバッて出てきた時に、あ、これはやばいなと思って、先生方の負担増えるから民間でサポートしようと思って、それでプログラミングの授業とかいろいろやらせてもらって提案してね、やってたんですけど、やっぱその時先生とか校長先生とかに話聞くと、で、どういうことなの？みたいな。ちょっと待って待って、なんで俺の方が知ってんだろうとか。もちろん全部読んでいくわけですよ。卒としてはね、全部読んでいくわけですけど。手引き出てますからね。そうそうそう。読んでない、ありましたよね。ああ、そういうのなんかあったね、みたいなのとか、そういう方もいらっしゃったりとかあるので。そうなんですよね。あ、だから、そっか、実務的な部分。だからコミュニケーションのこの3、あの3回目にやられるって言ってた部分はすごく有用だなというふうに思います。これからこの先こう回数続けていくときにこんなのをやるっていうようなビジョンとかもあるんですか？こんな研正修。直ね、ないです。理由は、ニーズがまだわからないので、正直な話。最終的に、そうですね、ビジョンっていう、研修のビジョンっていうよりは、中島の考えるビジョンとしてになるんですけど、先輩を育成したいっていうのはありますね。去年とかは先輩学っていうタイトルでいろんな、それこそその原子力発電所の運転員で学んできたことを伝えるっていう場を作った。それでもうほうれん草だったりとか、本当にヒヤリハットとか、いわゆるそういうコミュニケーションについてとか、仕事の仕方の土台となる部分ですね。本当にヒューマンスキル的な部分についてお伝えしてて、それなんでかっていうと、やっぱ職場に先輩がいないことが、先生の多忙感の一番の原因だと思ってるんですね、私は。これどうしたらいいんだろうっていう悩みを、結構どうでもいい悩みだと思うんですよ。けども自分の中にちょっと残っちゃう悩みみたいなのがあると思ってて、それを、いや別にそれやんなくていいよみたいなふうにジャッジしてくれる人が、自分が失敗して落ち込んだ時とかでも、いやけどこうやってケアすればいいじゃんみたいな。だからすごい、なんていうのかな、そういうサポートをしてくれる人が中にいれば、仕事もさばけるし、それはさ、じゃあ言えないんだったら俺も一緒に行ってやるよみたいな人がいてもいいと思うんですよね。ただみんなどうしてもその担任制だったりとかもあるので、なんていうのかな、人の授業とか学級運営には口出さない的な、そういうのはあるなっていうのを思っているので、だからこそその隙間が生まれて、で特にまあ私と同じ年代、いわゆる氷河期って呼ばれてる年代でごっそり飛んじゃうので、そうするとやっぱり50代、60代の方のバトンをうまくその30代につなげてないなとかっていうふうに思うところもありいや、本当に僕もそれはすごく感じているところで、こうやっぱ50代、60代先生の時代って本当に学級王国って呼ばれる時代で、こう隣の、それこそ本当に隣の先生には口出さないという雰囲気がすごく強い時代だったので、こう後輩に教えるというよりも、こうなんていうんですかね、自分たちで感じろというか、自分たちで苦労しながらっていう部分があって、でも実際現実的に、今も教員の倍率で非常にたくさん下がってますけど、ここから若手たくさん入ってくる中で、で今いろんなことをやっていかなきゃいけないときに、やっぱり50代、60代の先生、40代からも入っていくと思うんですけど、うまくつながっていくことで、学校って回っていくなっていうのはすごく僕も感じています。そうなんですね。だからそのためには、やっぱり後輩になる経験が必要だと思ってまして、
要は先輩になれる人ってやっぱり後輩の経験があるんですね。先輩に、あ、そうか、自分が若い時こういうことしてもらったから、逆の立場になった時に自分がそういう若い人たちとかにそういうふうにいい関わりをしようと、うんうんうん、っていう、やっぱりそのサイクルが絶対必要になってくる。なるほど、なるほど。1回目のサイクルをこの中島が関われたらいいなっていう思い、うん、良き先輩であるために、先輩たち自身がこう意識したりだとか、ある意味スキル身につけ、先輩であるスキルっていうのが必要だっていうふうに考えるってことですか？うん、ですね、そうですね、ちょっと言い方を変えると、先輩になるために後輩になる必要があると、うん、だからやっぱり誰かに教わらなくちゃいけないし、そういうなるほど、ざっくりとした、そのさっきみたいにさ、それ無理じゃねとか、おかしくねとかっていう人がやっぱり大事だったりするわけですよね。うん、なるほど。部分ではなくて、もう本当にそのリアルな部分という関わりとか、だから、結構そのメンタル的な部分にもなるんですけど、学校に限らずなんですけど、今いろいろとそのなんていうのかな、無理難題を押し付けられるケースとか、はいはいはい、やっぱ仕事できる方に仕事が集まってしまうっていうのと、あと仕事をしなくても生きられる人もいるので、うん、そういうことは私とか HSP とかね、そういう特性を持ってると暇な方が辛いとかあったりするんですよ。なるほどなるほど。動いていたいです、やべえみたいな。誰かなんか仕事ねえかなとかあったりとかはい、はい、けどしなくて方が平和でいいみたいな人たちもいるので、うん、やっぱそういうそのアンミスマッチの部分がやっぱり寄ってしまうけども、じゃあそれを断るとなんか悪い気がしてしまうとかね、罪悪感とか生まれてしまうので、その時に自分一人でやるんではなくて、やっぱり第三者というか、その先輩がいてくれて、はい、いいんだよそんなのやんなくてみたいな一言こそがやっぱり自分を救ってくれたりする。確かにそうですよね。そっか、自分一人だけじゃないんだと、今まではそんな人としてどうなんだとか思ってたけど、うん、あ、ですよねみたいな関係、うん、経験ですよね、うん、あるから、いや私もそういう時あったんだけどさ、そんなのスルーする、大丈夫、それあなたの心配起きないから私で先に、うん、みたいなのが先輩だと思うんですよ、うん、なるほど、なるほど。いやいや本当です。いや僕も新しい組織に入って、うん、で最初にいろんな仕事を教わったんですけど、うん、その昔よりは楽になってんだよっていうようなことをたくさん言われながら、うん、新しい仕事を覚えていったんですよね。そうなるとこう大変だなと思っても、あ、これは昔より楽だからあんまり聞けないなとか、これは、うん、そういうもんなんだなって思っていくうちに、どん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 追い詰められていって、うん、で給食に入って、うん、でそこでやっとこう上司にこういうとこ困ってるんですとか、うん、これってこういうふうなシステムになってるから、やっぱりどうしても仕事溜まっていっちゃうんですっていう話をした時に、あ、分かるよっていうことで、うん、じゃあそこまで気に、ここまではあなたの仕事だけど、ここまではまあ僕たちの仕事だから、うんうん、そこで気にしなくていい、いいとこなんだよとか、業務のそこで管理がこう、なんていうんですかね、お互いの意思疎通、業務について意思疎通ができるようになっていって、今現場戻っていったんですけど、かなり仕事がやりやすくなったり、相談しやすくなったりということで、変わってきてるところあるんですよね。結構その言葉の使い方とかでプレッシャーってすごい感じますよね。はいはいはい、例えば意識して使わない言葉とかもあるんですけど、うんうんうん、簡単だからとか、はいはいはい、誰でもできるとか、なるほど、やっぱりそういう言葉っていうのは、まあ、教育に携わる人間もやっぱ使ってはいけない言葉なわけですよね。はい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 やっぱね、昔より楽だからねって言って、ちょっと待って、じゃあ苦しいっていうか大変ですって言ったら、はい、俺楽してるって思われちゃうのみたいなのがやっぱり言葉として入り、はい、特にその HSP とかその思考が深いタイプの人は、はい、考えすぎだよって言われて、いや考えすぎとかそういう話じゃないんです。いやそれはもう本当に
何回も言われました。そんなお前昔から考えすぎるタイプだからなとか、そんなあの考えないでとりあえずゴルフの打ちっぱなしでも行っておいでとか。ああ、いやそうじゃないんだよなって思いながら、その昔は楽だったっていう話も、昔は楽だったってなったら、うん、じゃあ今自分が悩んでるのは昔は楽になってるのに、うん、あの今自分が辛いと思ってるっていうことは、うん、じゃあもうこれは本当にあの向いてないものなんじゃないかとか、うん、マイナスの思考にの入り口になる言葉でもあったんですよね。僕言語化、いろいろ話ちょっと飛んじゃいますけど、言語化する中で、うん、あのあこれはそういうふうに考えるものじゃないんだなと、うん、自分が感じたものがまず大事なことなんだなっていうのが少しずつこう見えてきた部分もあって、からこの先輩と後輩の関係っていうのはすごく、うん、今日あのコーナー研修の中で扱うっていうのはすごい意義深いものだとすごく思う、うん、すごく思います。でなんか、うんうん、いや習うことないと思いますよこれって、あんまり、いやだからないんですよ、うん、あっていうかだから最初衝撃的でしたもん、うん、えって思います。あのだから前の職場の時とかは、いや、はい、正直ダメな人とかいたんですよ、はい、あこの人本当にダメ人間だなみたいな人とかもいたんですけど、はいはいはい、けど育成に関してはみんなやるんですよね、うん、要はただそれでも昔は、それこそ私は今年で44なんですけど、はい、あのやっぱり初期の頃は、なんていうのかな、知識を持ってる人が偉いみたいな、はいはいはい、だから自分の経験はあんまり出さないみたいな、うんうん、そういうマル秘手帳みたいなのを持っててなるほど、これ特別だぞとかって言いながら、あ、支えみたいな感じだったりとか、はいはい、そういう世界があったんですけど、はい、やっぱそれこそインターネットとかそれこそずっと発展していく中で、はいはい、知ってるだけじゃ意味じゃない、意味ないんですよね、はいはいはい、知ってる知識を活用してトラブルを防止したりとか、うんうん、成果を上げることによって意味が成していくみたいな、うんうん、でだからやっぱり教える人の方が評価される、なるほど、みたいな風にしてこうやって変化していったわけですよね。なるほど。その教育とか福祉もそうなんですけど、民間の20年から30年ぐらい遅れてるなっていう感じの印象としては持ってて、だから教えないとかその失敗を止めないみたいな印象すごいあって、はい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 、みんな後出しじゃんけんでマウントしてくるとか本当そうちょっと待って、それみんな何のためにそれやってるの。いや本当そうです。いやそれで本当に苦しんでるあの若い先生のツイートとか見たら、うん、もう本当辛くて、いやでも20年30年遅れてるっていうそういうあの実感があのお持ちなんですね。そうですね、まだ言ってんだっていう、だからそれこそあのね、その抵抗経路とかもそうですし、はいはい、ザ・ゴールって本知ってます？あ、聞いたことあります、はいはい、とかもそうなんですけど、はい、そのボトルネックとかそういう、なんていうのか、概念的な話、はい、あのボトルネックを初めて知った時本当に衝撃で、要は仕事が滞る時って必ず、うんうん、あのボトルのネックってキュッとしてる、はいはいはい、ところが必ずあるよねと、うん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 、だからそのボトルネックっていうのを解消することが大事なんだみたいなのがある。うん、ただあの教育とか福祉とかになってくると、もともとそのザ・ゴールっていう本は生産業のに向けて書かれた、はいはい、本になるので、はいはい、みんな多く読まないわけですよ。そうするとそれに類する知識がないから、はいはい、どこで作業が滞ってるかっていう認識がないんですよね、はいはい、なるほど。だからそのボトルネックをなくすためにはこういう関わり方とかこういうアプローチとかっていうのをやることによって業務をスムーズに終わらせようとか、うんうん、っていうところで、やっぱり教育は教育、はいはいはい、なんかそのさっき言われてたその外部の人間は何も分かってねえんだみたいなのも多分あると思うんでしょうし、はいはい、で福祉の人は福祉の人で、いやそれは教育ではそうかもしれないけど福祉だと違うんですよみたいなのもあったりとか、うん、でやっぱりその中にいるケースが多いなっていう印象ですね。でも逆に言うとここから、そこの部分を例えば先輩が、うんうんうん、
でどういう先輩であればいいのかとか、こうチームとしてどういうふうに取り組んでいくのかっていうことが、こ うまく回っていけば、こう20年30年の遅れをこう取り戻していけるチャンスというか、今機会が少しずつ出てきてるっていうふうに考えることもできますね。あ、私はそう思ってますよ。今すごいチャンスだと思ってます。うん、だってこれはっきり言って20年前、いや20年もいかないな、10年前だったら確実に私は中に入れてませんよ、はいはい、今この時代だから中に入れてるんで、だから自己肯定感を高めるっていう言葉だって、多分20年前とかだったら多分もう全然ヒットしないですよね、はいはい、うーん、今この時代だから必要になってきているっていうところがあるので、やっぱり時代背景に合わせて、その、はい、今をどれだけチャンスと捉えられるかどうかは大事ですね。そうですね、なるほど、うん、痛みだけフォーカスしてしまえば当然痛みしかないけど、うん、揺れてるときはチャンス、変化を起こすチャンスなので、うーん、安定してるときはやっぱ変化を起こせないですね、うん、だから例えば子どもたちに対してもそうなんですけど、子どもたちがやらかした時の方がチャンスなわけですよ、はい、やらかしてない時に君たちちゃんとやりなさいって言ってもさ、いややってんじゃん俺ってなってそうですね、でもやらかして、あやってしまったわってある時に、でどうすんのっていうのがちゃんとやりますみたいなのがこうやってスッと入りやすかったりとか、うん、その揺れ具合を、まあ、変性意識とかね、いろいろ言ったりはするんですけど、そういうところをうまく揺れとか波に合わせたアプローチとか提案とかいいかな、うんうん、だからなるほど、まあいろいろあるわけですいやー面白いよ、すごい聞きたいこと、知ると聞きたいことがさらに増えていきますよね。 ありがとうございます。そういう私も過去今までそのクライアントさんから、はい、中島さんの引き出しってどのくらいあるんですかっていう開けても開けてもなんか開けきれないからムカつきますとか言われたこといや俺ムカつかないけど、これを聞いてみたい、こういうとこってどうなんだろうっていうのが、もうどん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 広がっていくし、こういやなんかもう出会いに感謝ですね。いやいやもうだからこれがあれなんですよ、こうやって今話してますけど、じゃあ、はいはい、今回その要は竹さんがいなかったら多分ここまで話せないんですね。うん、で多分中島が一人でこうやって延々話しても多分ね、鼻につくケースの方が多いんですよ実は。なるほど、なるほど、やっぱりこう対話していくからこそ、はいはい、引き出されるものっていうのをね、どうしてもあるので、だから私としてはありがたい。いやーありがたいですね本当に。結構クライアントさんとかにも例えば YouTube とかやりません、はい、みたいな、オープンセッションですよ要はね、ざっくりとしてみんな嫌がるわけですよやっぱりそのプライベートだったりもそうですね、はいはい、声だったりとかもそうです、いやちょっとみたいな、はいはい、なんかで逆にその、はい、面白いですね、距離感が遠いからこそできることっていうのもあると思うんですよ。うん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 、そうですよね。そう、不思議で時間とか、ね、関わってる時間とかではなくて、はいはい、やっぱりその感覚みたいなのもそうだし、はい、確かにそうですね、考えだから面白いんですよね。いやなんかその YouTube の動画も中島さんのやつ見せてもらって、うん、本のポストイットリーディングされてるのを見て、はいはいはい、なんていうか、あこの人と喋ってみたいなとかこうあなんかきっと話がこうなんかこう共感できるというか、できそうだなみたいな直感みたいなものって、うんうん、なんかこう人の雰囲気とかでこう感じる部分ってあるじゃないですか。なんかそれをこう普通だなかなかこういうメディアないとこうその人にコンタクト取ることってできないけど、そこをこうダイレクトにいきなりこういうふうに話できるって、うん、すごく魅力的なことだし、これを使わない手はないなと思うし、こういう考えが学校の中にどんどん入っていけば、うん、本当にスピーディーにバーッと変わっていく部分っていうのもあるなというふうに。そうですね。うん、だけどだからそうなんですよね、その多分やっぱり HSP とかそういう思考が深い特性を持たれている方はやっぱ同じようなことをやっぱ言われますよ。他の講座とかセミナーとか、まあ、それこそ産後ケアとか、ね、再来週はそのだから赤ちゃんがいるお母さんたちの講座をやるんですよ、はい、幅広いっすねすごいですね。確かにそう
です、ね、それはあの去年からやってて、やっぱりその、はい、産後うつがあるじゃないですか、はいはい、でそれっていうのはやっぱりその HSP とかそういう思考が深い特性だったりとか、やっぱそういう人が自分を責めちゃうケースが多いんですよね、うん、結局だからお母さんだけど別にいいんだよっていうのをただキラキラした話だけされても、はいはい、まあ、言ってしまえば HSP は聞かないわけですよ。うん、あ、そう、あなたはそれでできるのね、うん、でも私はできないんだけど、うん、みたいなふうに考えてしまったりするところがあるので、うん、ただそういう心理学的な部分だったりとか、もっと理詰めで、はい、こうだこうだからこうなんですよと、うん、いうのをお伝えする、うん、そうすると、はい、あ、そっか、細かいとか気にしすぎとか言われてたけど、これが私なんだみたいな、うん、そっか、だからもっと手放していかなきゃいけないんだみたいなのをお伝えしたりとかは、なるほど、とかまあ幅なるほど。でもまあ確かにそう言われると全部共通項はありますよね。あ、そうですね。その実際言ってる場所とかは幅広いなと思うけど、なるほど。言ってること同じ。だって私には子供も大人も先生もそれこそお母さんも経営者もコンサルタントとしてもやってるので、あの全部同じに見えてます。結局その自他境界線をどう引くかとかっていう話だし、自己肯定感をどう高めるかっていう話なので、なるほど、一人のお手伝いをしているっていうだけ。うーん、過去は最年少だと年長さん、年中さんだったかな、はい、その未就学の子が最年、過去の、はい、過去の最年少で、はい、最年少は、はい、確かあの時70代ぐらいだ、おばあちゃんっていう、はい、で バランス取ったりとかも、そうなんですね。の一番の売りはあいつのワンストップサービスですか、中島に言えばなんとかなるみたいな。すごい仕事やってけてますけどね。まあ、いや、まあいいんです私は。はい、そうですね、ちょうど、まあ、1時間ぐらい経つったので、はい、ここで一回ちょっとまあ区切りとして、はい、なんかトイレとかあります？なければこのまま続けていっちゃいます。僕は大丈夫ですけど、はい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 、じゃあ一応動画、今後の動画用にまずここ第1部はここまでということで、はい、あのコメント後で入れるの大変なので、はい、とりあえず、はい、第1部ここまで、はい、ます、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではじゃあもうここから第2部に行きます。はい、はいはい、そうですね、今までその校内研修についてっていうところでお話をさせていただいてたんですけども、はい、まずその、はい、では、まあ、メンタルケアもそうですけども、はい、どういうふうにその先生自身が、はい、まあ、まずはこの場合でいけばもう竹さん自身っていう話でいいと思うんですけども、はいはい、もっと何を高めたくてどういうふうにやっていきたいのかとか、はい、では今までやった、はい、その前半で話した中で、気になることとかっていうのをご質問いただければなと。はい、ありがとうございます。私はですね、今そのですか、今後のビジョンとしてはまた現場に戻るっていうのは決めているんです、うんうん、その理由としてはやっぱりダイレクトに子どもたちに関わる中で、うん、子どもたちの成長を見守っていきたいっていう意識が一つ、うんうん、それと私はもう田舎に住んでいるので、うん、この前学びの寺子屋っていうところの、お話もちょっと聞かせてもらったんですが、うん、こうやっぱりこう、まあ、学力格差の問題、うんうん、あとは教育の機会の格差の問題っていうものに、うん、を解決したくて、もう本当に小さな学校に行って、うん、そしてその中の地域に溶け込んで、うん、子どもたち、少ない子どもたちなんだけども、着実にこう救っていきたいというか、うん、こうその中で自分自身も成長していきたいというふうに思っていて、こう綺麗なキラキラしたこととかキラキラした実践を積み上げていく、うん、こんな実践しましたみたいなことじゃなくて、うん、こうその子どもたち目の前にした子をどういうふうに変えていくかっていうことを、成長させていくかっていうことを考えていきたいなっていうのが今のビジョンなんですよね、うん、はい、最終的にはやっぱり学
家庭教師に僕はすごく興味があって、大学、はい、大学時代に家庭教師やってたんですけど、うんうん、なんかあその時のこう体験っていうのが今もすごく強く残っていて、大学受験受ける子だったんですけど、受験受かった時に、うんうん、先生受かったよって電話来て、今合格掲示板の前にいるんだって言って、うん、お母さんとかお父さんの前に先生電話したって、先生ありがとうって、うん、そのなんかしびれ感っていうか、うん、やっぱりもあの忘れられないものがあって、いかにこう一人一人の中にこう入っていけるかっていうものはこう思ってるんですよね。でそれと同時にやっぱりこうこういった今、うん、中島さんとも話させてもらってますけど、うん、いろんな方といろんな話をしていく中で広い視野を身につけていきたい、うん、で広い視野を持ってる中でものすごくちっちゃな実践を自分はしていきたいっていう、なんかその、うん、あの距離感みたいなものをこう大切にしていきたいなっていうのはこれから思っている今のことですね、うん、はい、いいですね、いいですね。だから私の考えとか生き方に近しい部分があるのかなっていうのを聞いててすごい思いましたね。うん、あのやっぱり その何ていうのかな、私もあの家庭教師もやってるので、あの全然そうですね、そうですね、あそうですね、あのただ家庭教師っていうほど勉強は教えてないんですけど、うんうんうん、ただ療育的にその学習困難な子だったりとか、はいはいはい、そういう子でいわゆるその、学習塾とかいわゆる家庭教師でうまくいかない子っているじゃないですか、はい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 、でそういう人がうちに来たりするんですね。で、うんうん、まあ、ある程度学んでいけば卒業してくるんですけど、長い子でだから8年とか見てますね。へえ、一番長い子、ね、もう小学校5年生か6年生ぐらいの頃来て、もう社会人になるまで、だからそうするともうすごいいろいろありましたよね。もう普通に それこそ高校に入れるのかどうかみたいなところから、はいはいはい、そうだったし、あとは去年とかだと不登校な子がいたんだけども、はい、それこそ病院行く前にとりあえず中島に話してみてみたいなふうになって、うん、その後もうその子はもう本当に早稲田とか入ってるんですけど、あそういうで最後にはやっぱりあの時に、はい、その自分の話聞いてもらって、はいはいはい、力になりましたみたいなのとか、うん、いろいろね自傷行為をしてる子とかいろんな子がいたりするので、やっぱりダイレクトでリアルな部分っていうところがやっぱり私も大事だと思ってるので、どっちもやってるんですよね。なるほど。いや、これからなんか自分の息子いるんですけど、うん、息子が英語の勉強をそのドリル買ってきた時に、うん、ドリルにQR コードついてて、うん、YouTube の動画見たら、はいはいはい、そのもう発音とか教えてくれるの全部流れてて、うん、で知識とかそれで得れるわけじゃないですか。だけど僕が隣にいるだけでなんかやる気になったり、うんうん、隣にいて今日もやったんだねって言ったら毎日続いたりっていうような、それっていう部分があって、なんかこう物を一方的に注入するっていうことじゃなくて、なんかこう寄り添ってあげれる存在だったり、こう、まあ、コーチング的な部分というんですかね、うんうん、そういった存在に なれたらなっていうのはすごく将来自身思っていますね。なるほど。ただだからあれですよね、そこら辺はその、まあ、バランス感とかもあるのもあるんですけど、最初の、まあ、ダイレクトにとかっていうのもそうですし、教育格差をっていうところも、はいはい、素晴らしいなと思っていてて、ただ最終的にどうしたいってあります？そうですね、やっぱりそこが自分の中でもまだぼやけてる部分っていうのが、うん、こう短期的に言う、中長期的に、中期的に言うと、中期的に言うと、うん、その子どもたちとダイレクトに関わって、そういった教育格差
の是正に関わっていきたいっていう部分もこうある、うん、一方ではやっぱりこう学校の管理職とかにもなって、うん、その学校という管理学校という組織をうまく回していけるような存在になりたいっていう部分も、うん、さらに長い目で見るとある、うん、揺れてる部分は正直あるんですよね。なんか適応しみたいな道でずっとこうダイレクトに関わっていくのもいいなと思いながら、うんうん、そこをこれからまたはっきりさせていくというか必要はあるのかな自分自身も思ってます。あ、いや、あんまりそんなに急がなくていいと思いますよ。そうですか、そうですか、うん、あれそれ多分ね、分けるのって苦しくないですかって話。うん、そうなんです。なんか日本の分かれ道あってどっちに行くんだみたいな今決めろみたいな気持ちになるときすごいあるんですよね。それはお勧めしないです。なんで何が言いたいかっていうと、前半の研修とかもそうなんですけど、なんでその研修やるのっていう話なんですよね、はいはい、うんうんうん、で理由は一番簡単で楽するためですよ。うん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 、楽しくやるためにそんなだって負担ばっかやったら多忙感持ってて楽しいですかっていう話だから、子供を笑顔にするためにやっぱり先生が笑顔になる必要があるわけですよ。はい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 、はい、で仕事って中島すごい、まあ、前の職場もそうですし、ワーカーフォリックなぐらい仕事好きなんですよ。うーん、で楽しいので単純に、うん、だから稼ぎたくてやるんだったら別の仕事したらって思うし、まあ、それちょっと言い過ぎではあるんですけど、それよりもまずそのもっと仕事を楽しめるために、うんうんうん、本来の業務と違うことをどんどん削っていった方がもっと楽しめるでしょっていう話なんですよ。確かに、うんうんうん、だからそれでいくとなんかその家庭教師かその個か集団かっていうのを分けなくてはいけないんですかっていう話、はい、確かにそうですね。なんか結構学校の先生とかもそうだし、結構キラキラいろいろあるんですけど、なんか決めなきゃいけないみたいなのがあるんですけど、抽象度がまだ低いところで、決めると選択になっちゃうんですよ。はい、なるほど。どっちを取るとどっちは取れないみたいな、うんうんうん、でも抽象度上げていけば結局全部一個につながるので、うん、まあ、全然どっちもやったらいいと思う。なるほど。ただ、なんだろうな、その状況によってもちろん変わる部分もあります、下げていけばね。はいはいはい。だから実際、家庭教師的にダイレクトにやろうって言ったところで、結局、人数が決まっちゃうので、はい、うんうんうん、そういう丁寧にやろうとしたら、多分10人は持てないですよね。そうですよね、そうですよね。うん、でなんかトラブルがあった時のレスポンスよく対応するためにどうするかっていう話になると、うん、自分のお子さんに対しての悪影響もあるので、うん、だからやっぱり結局全部まず自分のハッピーが大前提としてあって、うん、その中でやりたいことをやっていくわけですよ、うん、だから最初に仕事はその枠には入れない方がいいですよね。なるほど。やりたいのやればいいっすよ。で今決めるのが早い早い、うん、全然。そうですか、そうですか。いや、なんか楽になりますよ、そう思ったら。そうそう、だからその楽感をもっと先生に持ってもらいたいんですよ、ね、はいはい、なんかもう硬いよって、うん、どんだけ力入ってんのって、それじゃ動けないでしょ、もっと緩めてっていうところが、それがそのなんていうのかな、うーん、マインドフルネス的な、キラキラしたスピリチュアル的な緩めるじゃなくて、知識を持つことで安心して力を抜いてくださいねというところが伝えたいところではあるんですよね。なるほど、面白いな。いや、だから逆に言うとその伝えにくいんですよ、中島のは。いやすごく なんていうか自分の中でどん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 、うん、こうそれこそこう視野が狭まっていって、選択に狭まれ、選択迫られていくような感覚に陥ってしまうっていうのがこうあるんですよね。こう今お話聞いた時に、そのもともとの抽象度を高めていった時に楽しくするためにっていうふうに戻った時にこう見えてくるものっていうのがあるなというふうにすごく思います。結構その
やっぱ先生方とかだと子どものためにとかっていうので結構犠牲しすぎなんですよね、はいはい、だから優先順位違うでしょっていう話で、その踏まえた中でやる必要がある。だから自分が笑顔じゃなければ要はそこで止まっちゃうので継続していくことが大事なわけです。だから継続していくためにはどういうふうなやり方をしていくのか、要は自分の犠牲とか我慢だけだったらやっぱり前には進めないので、はいはいはい、だから一緒にその寄り添いたければやっぱり寄り添い続けるだけの体力とか、まあ、いろんな意味でねが必要になってくるからやっぱり家族に大事だよっていう話です。なるほど。でなんでこれを言えるかっていうと中妻の痛みがあるからなんですよっていう。私はねそれこそ父子家庭2人暮らしで、はい、ずっと子供育ってて社会にも送り出してるわけですけど、今の中妻であれば父子家庭にはならなかったなとか、いろいろあるところなので、やっぱりこれからの人たち、ね、その選択肢が必要なケースもあるんですけど、そうじゃないですか、はいはい、その家族の大事さっていうのを知っておいてもらいたいなっていうのが先輩としてのいやーありがたいことですよ本当にいや本当になるほど。先ほどから自他境界線っていうのはツイッターの投稿の中でもすごくこう話されていて、今日も何度かこう出てくるキーワードだと思うんですけど、そうですね、こっていうのは僕の中でも結構すごく、言葉のイメージとしてはなんとなく持ってるんだけど、ちょっとこう聞きたいなって思うところではあったんですよね。もともとの言葉はプレオゴラリアさんの本に書いてあったんですね、はい、プロオゴラレアさんという方がいるんですよ、まあまあ、はい、ですね、はい、私の YouTube の速読でもあるんですけど、はい、すごいですね、ローランドさんかプロオゴラレアかぐらいな感じで、中島に対してとても刺激というか、はい、本当に世界観を広げてくれた方、うーん、でその本の中に境界線が曖昧だからそのイライラしたりとか、はい、そういうことが起きるよねっていうのが書いてあって、はい、いや全くその通りだなと、うーん、いうので今使って、要は自分と他人の境界線が曖昧になる、はい、ってこと、ね、自分と他人の境界線が曖昧になる、はい、別の言い方だと、その要は自分の価値観を相手に押し付けてるとか、自分が捉えているように他の人たちもこの世界を捉えているとか、まあ言い方はいろいろあるんですけど、自分中心なわけですよ人って。なるほど。そうすると相手にもそれを求めちゃうんですね、うんうん、で相手が言われたことに対しても、あ、言ってきたことに対しても、そこの意味付けを自分でするわけですよ、うんうんうん、今究極的には人と、ね、相手は分かり合えないので、だからその不足部分を自分の価値観で補完するんですけど、ここをちゃんと線引きしていくかどうか。例えばさっきの、昔よりは楽になったとか、はいはいはい、っていうのでもう境界線が曖昧になっちゃうわけですよ、うん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 、だから自分は聞きたいって思うけども、昔よりは楽だから今は楽なはずなのにみたいな風に、はいはいはい、出ちゃってるわけですよ。そうですね、確かに。だけど、けど向こうはだいたい昔が楽してんだからお前も楽していいよな、質問とか当然出ねえだろうし、うん、ちゃんとやんだろうなんて思ってないわけですよ、うんうん、ただおもんばかって言ってくれたりとか、うんうんうん、例えばさっきの楽だから簡単だからっていうのも、ただハードルを下げようとしてくれただけだった、はい、相手の行為だったりするわけ、うん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 、だからこうやって自分が質問すれば、あ、そうだねとか、じゃあそれこうしたらいいよとかって言って何もなくあっさりと解決するケースって多いと思って、うん、そこら辺もやっぱり線を引き直しましょうとか、逆に毒親とかそういうマウンティングとか悪意を持ってる人たちも多いので、そしたらやっぱどうしてもね、私が悪いんじゃないかってなるけど、自分が悪いことなんて基本ないので、うん、けど自分の思い込みで悪くさせられちゃってるわけです、うん、みんながこう言ってるからとか、あの人がとか、うん、だからそこにもちゃんと線を引きましょうねっていうだけ。なるほどなるほど。
この引き線を引き直すっていうことはこう、はい、自分の考え方をこう変えていくっていうような、そうです、心理学的に言うとリフレームになりますね。フレーム、その枠を変える、うんうんうん、今までこうなんか同じようなこと言われたとしてもこう自分としての捉え方を変えていくっていうことですね。そういうことです。からとただその変えるっていうのは分かってたとしてもじゃあどう変えるのっていうときに、うんうんうん、それは自分た境界線だよねっていうのが入りが良かったですね、私。うん、なるほどなるほど。で今それこそ冊子作ってるところですけど、その、はい、目次なんかツイッターでもあげたっけ、こういうこのうん、やっぱこの中でやっぱ自己肯定感を高めるために何が必要って言ったらやっぱりもう自他境界線を引き直すっていうことがやっぱ一番、要は自己肯定感が下がる理由は自他境界線が曖昧なんですね、はい、要は他人の価値観で生きているっていうこと、うんうん、私はこれが好きだけどあなたは嫌いなのねっていうのを受け入れられるかどうか、うんうん、なので結局、まあ、はっきりしまうテストの点数とかもそんなわけですよね。発表の上手い下手とかもそうだし、はいはいはい、別にそんなところは、うん、彼女は得意だけど自分は苦手だっていいわけですよ。うんけどもそれができない自分ってダメなやつみたいな風にしてやっぱり自己肯定が下がっていくっていうのがあるので、うん、なるほど。でもそう考えると学校っていうのはそういう自宅境界線が曖昧になるなりやすい場所でもありますよね。こう例えば点数テストの点数とかでこうこの私何点だったとかこう比べるやすい場所でもあるじゃないですか。ね、ちょっとここはまあいろいろ多分議論が出るところだと思うんですけども、はい、じゃあ社会は、うん、社会の方がマシなのかっていう話なんですよ。うんうんうん、結局、そのなんていうのかな、まあ、例えば差別とかもなくならないわけですよ、結局。うんうん、結局、それはなんでかっていうと、自他境界線なので、そこでも。結局、例えばじゃあ、マスクをするのがいいのか悪いのか問題とかもあるし、はい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 、あれも全部価値観の押し付け合いなわけですよね、うんうん、結局、うんうん。だから学校は確かに起きやすい環境ではあるけども、けどそもそも人っていうのはそういうものなわけですよ。なるほど、なるほど。で特に学校っていうのはむしろその価値観を、なんていうのかな、もっと自分の線を引き直すための機関だと思っているので、なるほど。捉え方として中島は逆に考えてます。なるほど。ただ、だからといって、その、いい環境かどうかはちょっとまた別の、先生方とかいろんな関係性があるので別なんですけど、学校だから下がるってことはないですね。なるほど。で例えば自分がそういう自他境界線を自分自身が引き直して いってうまく回り始めていった時に、例えば教室で子どもたちにかける言葉だったり、うん、教室何かをしようとする活動だったりといったものが、うん、こう子どもたちが自身が自宅の境界線を引くためにこうすごく有効な手立てになっていくっていうことはありますよね、うん、教師自身がしっかりそれをこう自宅境界線をこう引いて物事を考えれるとしたら、もうそれがだからやっぱり研修したい、学校の研修をやろうと、それこそもう5年前とかになるんですけど、うん、法人を立ち上げた時の一番のその根源的な部分ですね、考え方。うん、なるほど。要は自他境界線が引けるっていうことは自己肯定感が高いってことですよ、はい、うん結局、うん、要はだってそれだけ自分を肯定できるわけですから、うんうん、だけど人ができるのに自分はできないとか、例えばなんかうまくいかなかったんじゃないか、失敗するんじゃないか、笑われるんじゃないかっていうのはやっぱ自己肯定感の低さにつながる。うん、で先生方が、その、まあ、自己肯定感とかその自他境界線とかを身につけた方がいい理由、身につけられると、はい、子どもたちの主体性を育めるんですね。うん、だから質問が増える、問いかけることができる、指示よりも。うん、なるほどなるほど。
なるほど。それでやっぱりあのうまい先生というかその腕がある先生、素晴らしい先生は問いかけを対応しますよね、はい、うん、やっぱ質問がうまいなっていうところ、うん、そうじゃない先生はやっぱり決めつけたり押し付けたりする、はいはい、いつも言ってるでしょみたいなのとか、うん、あとは脅迫したりとかね、うんうんうん、ある、なるほどなるほど、うん、脅迫で学級経営してる、あんまり言い過ぎない方がいいですね。まあいろんなねそういうケースとか、いや、ごめんなさい、はいはい、だから未だに、はい、未だになんか先生の言うことを聞かないと立派な大人になれないぞ的なことを言う人もいるわけです、ね、そうですね、本当にそうですね、もう衝撃的でしたけどね、いつの時代だよって思ってあ、そっかまだあるんだこういうのとか、いや、まあ、そうですね、小学校だとね少ないですけど、うんうん、やっぱ中学とかなってくると、うんうんうん、でもその脅迫は通じねえだろう今の時代みたいなところもある、うんうん、ですけど、ただ要は脅迫が出るってことは対話できませんっていうアピールになっちゃうので、うんうん、だから子どもたちにも舐められるんですよね。なるほど。だって自己肯定感が高く対話できる能力があったら、はいはい、脅迫する必要がないんですよね。うん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 、そこら辺はやっぱ子どもたちはもう感覚的にも見抜くので。なるほど。いや、僕はあのちょっと話変わるかもしれないですけど、はい、あの学校教科の中であの特別活動っていうのにすごい興味あって、うんうん、ずっと実践してたんですけど、あの学級活動とかでみんなでクラスで話し合って、はい、こう行事を考えたりだとか、うん、こう取り組み考えたりっていうのをすごくやあの楽しいなと思ってやってたんですけど、はい、あのその先生方にそういった話するとなんかこうあの学級みんなそれぞれの思い持ってんのに一つのものに決めて、なんかこう、うん、気持ち悪いとか宗教っぽい感じするとか、うん、であとはその結局間違った捉え方になって、同調圧力をただかけるだけ、例えばクラスで忘れ物を減らそうとなった時に忘れ物した人がすごく肩身の狭い思いをする、うん、ための取り組みになっちゃうっていうようなものがあって、でもこの自他境界線っていうキーワードでその特別活動を見た時に、みんなで最適解を求めていくんだけど、基本的には自分は自分の考え方を持ってるし、人は人の考え方を持ってるしっていうような前提があれば、同調圧力からも解放されていくことができるし、こう一人一人の自己決定っていうものをこうみんな大切にしながら暮らすっていうものが運営されていくのかなと思って、うん、今聞いてました。そう、ね、うん、あ、まあ、今そうコメントいただきまして、私も特活好きですが、特活好きってそう取られますよね、わかりました。そうってくる反応が来てくれて、ね、めちゃくちゃ嬉しいね。そう、そうなんですよ。おー、そうなんですよ。なるほどなるほど。なんか怖くねみたいな、なんかそうですね。だからちょっと待ってですね、コメント、はい、いや、ありがたい、嬉しいですね。いや、ありがたいですね。はいはい。そこら辺独特な人が多い。だそうです。なんか結局自分の王国というか自分の学級を作るための手段になっちゃって、そういう学級会を作ってたりとか学級を作るっていう、なんか先生側の学級経営みたいになっちゃうためにその学活を使ってるっていうのが、うんうん、あると、それを見ると、うん、誤解が生じやすいものになっていくなというふうに思って、まあ今聞いてるとその、うん、力がある人ねっていうような感じなので、独特で力がある人ということですね。今聞いてると、その要は HSP、中島は HSP とそれ以外の人をその3種類に分けて、全部で3種類か、はいはい、要は共感と行動っていうふうに分けて考えて、うん、これは中島だけの考えなんですけど、はい、
多くの人って共感タイプなんですね。要は他の人がやってることが大事なんですよ。自分の考えって基本ないんですね。だけど HSP と行動タイプは自分の考えを持ってるんですよ。行動タイプはあの考えないで動く人です。なるほど。とりあえずやっちゃう感じの人。やっぱどうしても体育系とかに多い印象は私はありますけど、だいたいクラスとか学級にいて、しかも結構悲しいことに突破力があるので、はいはい、周りのアドバイスが入らないケース、うん、いや違うんですよ、うん、そういうことじゃないんですよみたいなことを言う人は行動タイプだなって私は、うん、なるほど見てるんですね。で HSP の人は誰もやらなかったら自分がやるみたいな人が多い、はい、で共感タイプはあの職員会議とかだともう発言しない人ですよね。あで後で本当ないですよねっていうのを割合的に言うと大体まあ262ぐらいな、うん、HSP に行動に共感6みたいなかなと思う。でそれと別にあのマインドセットっていう考えがあるので、はい、停滞、要はキャロル・ドゥエックさんが提唱してる考えなんですけど、はいはい、グロースマインドセットとフィクスドマインドセットっていうのがあって、本だとしなやかと何だっけな長いかともう一個別の言葉だったんですけど、ちょっとその言葉が気に入らないので、うん、私は成長マインドセットと停滞マインドセットっていう言葉を使って、言葉で呼んでるんですね。なので、要は変化を嫌う人っていうのが停滞の人なんですね。なので、定的に嫌う人っていうのは、自分と違う考えとか価値観の人に対して、やっぱ否定的になったりとか、まあ、マウントだったりとかするケースが多い。はいはい、で、本質は自分は成長できないと思ってるんですね。なるほど。だから、周りを変えると思います。成長の人は、自分が成長できる、まあ、余力があるみたいなふうに考えているので、そうすると、その、自分をより高めていこうって思う、はいはい、チャレンジする気持ちとかが強い、うんうんうん、ああ今コメントいただきましたね。硬直ですね。硬直マインドセット本の中で、ああなるほど。なんかね、うん、だから成長と停滞っていう方が私の中ではしっくりくるなと思うので、冊子とかでも使ってるんですけど、そうするとやっぱり、能力その すごいできる方とかっていうのはやっぱり成長マインドセットを持たれてる方が多い。でダメな人とかっていうのはやっぱり停滞の方が多い。なるほど。こういう考え方を2種類の考え方を持った人が人に分けられるということですね、うん、基本的に。そうですね。ただ、それは、うん、これも中島の考えなんですけども、はい、マインドセットはその状況によって変わるので、要はあの、マインドセットの総、成長側と停滞の割合によって自己肯定感が決まると思ってます。で、なんでかっていうと、自己肯定感が高くてもイライラするときとか感情的になるときって絶対あるんですよ。なんだけど HSP とかだと、あ、そっか、やっぱ今日も怒ってしまったってことは私はダメなだみたいな風にして結構下げがちだったりするので、そうではなくて、怒るときあったりもだって人間だもん。だけどもトータルとして成長マインドセットでいたいよね。その場面に対して自分は対応できると思えるかどうかっていうところ。多くの先生、停滞の人は逃げたがるっていうところがある。なるほど。待ってくださいね。特化続きは行動タイプが多いと感じるので、その力はあるけど、周りの先生を育てるとか巻き込むのは弱い。みんなの学校さんがそうとは思わないけれどと。ああ、いや、あの、僕はなんか特化が好きなんだけど、なんか違うんだよな、なんか違和感感じてんだよなって思いながらずっとやってきて、やっぱり一人、それこそその成長マインド、今この言葉聞いてすごく自分の中でフィットする言葉だったんだけど、この成長マインドセットっていうものを、あの、一人一人がこう持ってもらえるようなクラスにしたい、そのためのツールとして、あの、
学級活動がある、うんうん、何もなんか日本一のクラスにしようとか言ってこうこれはダメってだってなんかクラス独特のルールででもなんか子供たちも楽しそうだし、うん、先生もすごいなんか指導回想性あるしみたいなそういうために使うっていうことではないっていう、うんうん、逆になんかちょっとうまくいってないような風にガチャガチャしてるように多少見えても、うん、なんか子供たちの中でこういった成長マインドセットっていう部分だったり、うん、こう自分は変わっていける自己肯定感というものが高まっていってるクラスだったら、うん、それは僕はすごくいいクラスだなってすごく思うしなんかそのためのものとして特別活動っていうものがあればいいなっていうのはすごく思うんですよね、うんうんうんまあ、だからそこですよね今もそのコメントいただいて、まあ、その人そのクラスだけがどんどん進むから周りがついていけなくなるとかっていう、まあ、そのギャップ感みたいなのもねもちろんあるしじゃあそれが必ずしもどうなんだみたいなあの、まあ、ツイッターとかでもね横並び問題みたいなのがあったりするわけなんですけどただあの個人的なので言うと、うん、子どもたちをどこに連れていきたいのかっていうのがやっぱり欠けてる印象すごいあってもっと先まで見てですよ。うん、せめてその来年度とかを見てるのかなっていうのもあるし、うん社会まで見えてるのかなとかっていうのを思ったりですね。うんだから大学作って、まあ、そこをディズニーランドみたいにするのもいいと思うんですよ。うんそれ自体が悪いとは思わないんですけど。はいはいはい、ただ、それは誰のためなのっていうところがすごい弱いふうに感じます。だからやっぱり行動タイプの人とかは HSP よりも思考が少なくていいからいいと思ってやるのでまあ別にあなたがやりたいからやってるんでしょうっていうふうに思ってるんですけどね子供のためっていう名目で自分が楽しんでるだけじゃねえのみたいな、ね、私の中ではあったりするんですけどまあ、ただそうですだからそこら辺でいくと、まあ、その特別活動とかもそうだしじゃあその教育格差みたいなやつとかも結構実は全部つながってくるよなというふうに感じてそのやっぱり、音質をどこまで音質にするか問題みたいなのも中島の中ではあると思ってて、うん、あの子どもたちを楽しませるのが教師の仕事なのかみたいな感じかな。ちょっとその、主体性を育まないアプローチをするケースとかも多いなと思って、特にその若手の先生の方の場合だとなんか自分がもっとやらなくちゃいけない、はいはいはい、手をかけなくちゃいけないみたいな風に捉えすぎてたりすると逆にそれ子どもたち の, あのマインドセットを停滞側に寄せちゃうんですよ、ね、うん、うん、あの待ちになっちゃうので、うん、要はその一緒に学ぶ生徒であるはずなのに何ていうんですかねある種オーディエンスになっちゃう、うーんなるほどこう提供する側とこう楽しいことしてよみたいなお客さん側にの関係になっちゃうんですね。そうそうそうあの配置的にもそんな感じなんです。はいどうも。はい。まあいいぞやれやれ。今日はつまんなかったなみたいな。評論家かみたいな感じ。確かにね。そういうのだとやっぱどうしてもやりすぎちゃってませんそれみたいな。そうですよね。いやそこにやっぱり先生ってたちってこうなんていうか親もよく。こうえぐい話だけどこの先生は当たり、うん、この先生は外れとか、はいはいはい、4月とかにこうみんな親の LINE でこう回るみたいなこの先生方同士がある意味ちょっとこう商品というかこの先生はい、うん、このなんか変なランキングみたいなついちゃうこと自体も気にしやっぱ先生方もどうしても気になる部分もあるし、うん、こうそうなったら子供たち楽しませてっていうような発想になるっていうのもすごくこう現場にいて感じるなってのあるんですよね。やっぱりどうしてもその共感の方が多いので特性としては、うん、やっぱりそうするとやっぱり周りの目を気にしちゃうし、うん、要はそのためにその自分の教育の軸となるようなものが言語化されていないとやっぱ難しいですよね、うん、あの振り回されちゃうっていう意味で。なるほど。
先ほどおっしゃってたように、その子供をどのように、どこに連れて行きたいのか、そしてそれが社会のとのつながりっていうところでどこまで見えていくの、いるのかっていうのは、すごく大事なところですよね。で、そこをあんまり先生方同士で議論する場が本当に少ない。いや、だから本当はね、だからそこなんですよ。本当にそこ。うん、なんか今私がやっているその、まあ、サロンとかだと結構突っ込んだ話とかはできたりするんですけど、はい、やっぱオープンでできる話では正直ないので、うん、それこそじゃあその、キラキラしている実践されている方、そういう著名人の方が登壇しているところを聞いて、はいはい、じゃあできるのかって言ったらやっぱそうじゃないんで、うん、やっぱりじゃあ日々どうするのっていう日常レベルまで落としていかないと、うん、はいはいはい、キラキラした実践、何をやるかは分かってもどうやるかがなければダメだし、どうやり続けるかっていうところは、ね、うん、やっぱり自分でやんなきゃいけないので、うん、あのそうですね、課題っちゃ課題だし、僕もあのその有名な先生方の実践、うん、本は本当に素晴らしいなと思って敬意も持ってこう言って、うん、本当にもう行きまくって本も買いまくってっていう感じでやって、うん、気づいたら自分もそうなりたいみたいになってて、うんうんうん、なんかこうカリスマ的な先生になりたいみたいな、でもなんかそうじゃないよなって思い始めたのがこの、うん、あの何ヶ月間でもあるし、うん、こう、うん、キラキラしたものではなくて、で目の前の子どもたちにどう接せられるか、どういうふうに子どもたちを育てていけるかっていうことがすごく大切なことだなというのは思っているんですよね。そうです、まあ、ただあれですよ、あのキラキラ憧れは大事だと思ってますよ。それこそ今私とかもそのメディアとかもそうですし、はいはい、まあ、こういう活動とかも全部そうなんですけど、うんうん、あのうんとですね、力がないと環境は作れないんですよ、うん、はっきり言って。だからいいことしててもやっぱり誰も知らなければ、やっぱ自分の、うん、なんていうのかな、世界というか、そのちょっと誤解を恐れずに言えばなんですけど、はいはい、守れる人が少ないんですよ。うん、やっぱり力をつけるってすごい大事なこと、うん、キラキラするってことはやっぱそれだけ力になるので。そうですね、だから私とかが今回もそうだし、やっとここまで来ましたけど、ここからやっぱりちゃんとメディアとか使ったりとかしていかないと、うん、あのどれだけいいことやってても入れないんですよ。うんうんうん、結局メディアに出てる人とか、なんちゃら大学の教授とかの方が結局影響力があるので、うんうん、そうですね、そうですね、そういう人たちに打ち勝つためにはやっぱりこっちも力つけていかないといけないっていうのがあるので、だからそれこそあれですよ、その煉獄さんぐらいの力が必要になっていくわけですよ、ね、うん、柱になるための呼吸もしなきゃいけないし鍛錬もしなきゃいけないし、修羅場もくぐって、確かにそれこそあの善逸が言うようにやっぱ叩いて叩いて、うんうんうん、っていうところは誰かがやらなくて、誰もやらなくてもいいと思うんです。誰もがやらなくてもいいけど、うん、気づいた人はやっぱり力をつけて。だから、うん、今の話でいくと、それこそ竹さんには管理職になっていただきたいなっていう気持ちは私の中ではありますよ。いいな、ありがとうございます。やっぱり誰かがあの中に入って変えなきゃいけない、中に入らないと変えられないことっていうのはたくさんあると思っているので、うん、外からね、あの教育現場おかしいよねっていう問題提起するのもいいんですけど、はい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 、はい、ただそれだと子どもたちに届かないんですよね、うん、結局ね PV は稼げるけど、あなたは稼げるかもしれないけど現場は何も変わんないんですけどっていう話があるので、うん、私はつながる人にはぜひ管理職になってくださいっていう話。うんうんうん、なるほど、いやありがたいです。あのやっぱりね、組織変えていきたいっていう興味はもちろんずっとありながら、でもこう常に子どもたちのにダイレクトにっていうのはすごく思っているところでもあって、うん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 、でいろんな学校を見せてもらうっていうのもやっぱり先ほど言ってたように自分の思いとか自分の届く声の幅を広げたいと思ってそういう場所に行ったんだけれども、うん、
うん、やっぱり伝えれる思いっていうのは自分の思いではなかなか ないなっていうのも感じてるところで、うん、もう一回こう子どもたちと直に接しながらちょっとずつちょっとずつその実践点を積み重ねていって仲間が増えていってっていうのはこれから思っている、うん、ちょっと話しながら思うとこですね。いやだから素晴らしいと思うし、この足並みは必要でしたね。はい、ちょっと偉そうに言っちゃいますけど、いやなんかすごくすごくそういうふうな思いに今な、うんうんうん、感じています。それは、うん、っていうのは例えばその足踏みしてなければ多分これ今がこの時間がないので、はい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 、だからね私自身もいろんな挫折とかやっぱり転んでいるし、やっぱりそういう失敗をするよりもやっぱりその失敗からどう立ち上がるかが大事だっていうのはやっぱりそこなんですよね。で失敗しない真っ白な人もいますけど、けどその人だから救える子どもたちもいると思うんですけど、けど救えない子たちはいるので、傷ついた人間は傷ついた子どもたちを救えるように立ち上がって歩いていきたいですよねっていうふうに思います。そうですよね、そうですよね、うん、この前中島さんツイートの中でその失敗を感情の面と行動の失敗で分かれてて分けててって思って、ああこれって本当にすごくいい言葉だなっていうふうに思っていや、そのやっぱり感情が先に来る来ちゃうタイプなんだね、うん、自分思うし、この町見ててもそういう子も多いなっていうふうに思うし、うん、でもやっぱり本当に成長するためには失敗することが、うん、必要だし、それを次に生かしていくってことが必要だし、でもそれを邪魔するのは感情の失敗の方だなっていうふうにも思いながら、うん、でこう職場に行った時にやっぱり失敗するわけじゃないですか、今年行ったところでここでこうだよとかだよとか言われた時に、あこれは感情の失敗じゃなくて行動の失敗として受け止めて次に生かしていく、じゃあそのためにじゃあどうしたらいいのかって、例えばメモして取る、これは失敗したところをちゃんとノートに残しておいて次見れるようにしようとか、具体的な行動につながっていくなっていうのはこう今実感として感じているところだから、そこはこう忘れないで過ごしていきたいなっていうのはすごく思ってるんですよね。いや素晴らしいと思います。そこまで、あの、なんだろう、そのやっぱり知識を実践したいと思うかどうかっていうところで、それこそさっきのマインドセットが決まっていくので、はいはいはい、多くの人が知識は知識で終わっちゃってるんですよね。うん、で、実践できないから伝えられないんですよ。うん、実践してないからか。うんそういった経験があると、例えば子どもたちに対して、特にその、はい、同じようなそういう思考が深いタイプ。うんうんうん、とか引きずっちゃってる子に対して今のセリフが言えるかどうかは、やっぱり一回自分の体を通ってるかどうかなんですね、うんうん、知識が、うんうんうん、やっぱ実践したからこそ自分のものになるっていうのは、うんうん、本当にリアルとしてあるので、うんうん、そうだからやっぱりね大事なんですよ、結局どう立ち上がっていくか。いやそう考えたらこのなんかもう3ヶ月休職して本当に悩んで、うん、もう本当落ちたけど、うん、なんかこれがこうオセロが角と角をひっくり返るように、うん、なんかこうプラスのものに変わっていくなっていうのもこうすごく今感じながら、いや、うん、大きいですよ、あのあだからそうそれもあるんですよね、結局そういう経験がありつつ管理職になるっていうのは大事なことだと思っていて、うんうん、やっぱり同じような例えば若手、まあ、若手に限らずだと思いますけど、やっぱそういう人たちに寄り添えるかどうかってやっぱそこなんですよね、うん、やっぱそのリアルな経験があるからこそ気づける分かるっていうことはあるので、うんまあ、ぜひ上がっていっていただくと他の先生方のなんていうのか自信というかその道が開ける、うん、あそっか私ダメだと思ったけどダメじゃないんだって思えるかどうかっていうところがあるかなっていう、うん、なるほど、だから本当に YouTube もそうだしいろいろやってるとその、まあ、ある種私たちは人柱ですよ、うん、あの鬼滅の意味じゃなくてね、あのどっちかというと悪い方な感じ、なるほどね、はい、もう俺の屍を越えて行けみたいな、なるほどなるほど、ところだと正直思っているので、うん、だから私とかも今回もそうですし、やっぱ顔出しね、それこそ去年の1月から YouTube 始めてすっごい楽しかったですから、はいはい、うだけどやっぱり子どもたちの負担を少しでも減らしたいなっていうためには、やっぱり自分が経験しないといけないこと、う
そういうね辛さとかやっぱ修行がある程度必要になってくるかなと、ね、そうですね。とかまあそうですね、はい、ちょっとどちらかというか、まあ、この話にはやっぱりあるよね正直なところで、はい、そうですね、なんかすいませんみたいなところもありつつ、いえいえいえ、なるほど。まあ時間も近づいてきたところがあるので、はい、そうですね、なんか他にいやこれはちょっとやっぱ聞いておきたいぞみたいなのがあれば。いやそうですね、本当にたくさんですが、こう中島さんすごくこう常にそれこそすごい成長的マインドセットで前に進んでいってると思うんですけど、うん、こうどう勉強していけばいいのか、どう成長していけばいいのかっていう、こうアドバイスというかですね、こういただけたらいいなというふうに。僕も本読むのはすごく好きなんですけど、うん、こう先ほども知識を実際実践していくっていうのもヒントの一つだと思うんですけど、うん、そういう自分勉強していくこうアドバイスなどあればいただけたらなというふうに思うんですが。でなるほど、了解です。そうですね、はい。ちょっと質問は質問で返して申し訳ないところはあるんですけど、はいはい、今困りごとってありますかっていう。そうですね、やっぱりこう一番今日の中でも困ったのが、うん、この長期的な部分でどうしたいのかっていうのが見えきれてないっていうのが一番の困り感としてあって、うん、なんかそこが見えた時にバーッとこう開けていくような空気とか雰囲気はなんとなく感じるっていう、そこが困り感ですかね。じゃあそのぐらいか。じゃあ、であれば、おすすめとしては困りっていることを解消していくっていうのがおすすめですね。うん、でもし仮に、まあまあこの場で言ってくださいっていう話ではないんですけども、はいはい、日々の業務とか日々の生活の中で困ってることをどう解消していけばいいか、それはその自他境界線を引くのかもしれないし、結局技術レベルの話かもしれないので、そしたらもう日々継続して技術を高めていくしかないよねとか、あとはその習慣の話かもしれないですし、要はその自分を成長させようって思った時に、はい、漠然としたキラキラしたゴールよりもうゴールもアプローチもあるんですけど、こうなりたいのがあればそれでいいんだけど、はいはいはい、まずは日々の困りごとを解消していくっていうことが大事だったりします、うん、結構ね逆にねそう日々はいいんですとか言う人もいるんですけど、要は、なんていうのかな、そう、子供お子さんが親子、まあ、来ていただいたりとかして、はい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 、で子供の問題って大体親が絡んでるわけですよ、はけてしまうと、うん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 、でそして親御さんと話をすると、いや私のことはいいんですと、子供を何とかしてくださいみたいな、うんうんうん、あったりする。で今本来の自分の問題、結果として出てる問題に対してその原因を追求するっていうことはとても成長において大事なこと、うんうんうん、でそれのトレーニングだと思ってもらえれば、うんうんうん、あとこれ本を読んだり何だりとかっていうのももちろんありますけど、もうやられているので、はい、でもその困りごとをどう解消すればいいのかっていうのを過去の知識を総動員して考えるっていうところ。なるほど。必ず道は開けるので、うんうん、そうですね。で、なんでこの方法をって言ったかっていうと、私がそうやってここに来たからです。はい、うんうんうん、日々困ってることとか苦しいことを解消したいと思って本を読んで、はい、うんうん、で、いろいろ実践して、うんうん、で、ここまで来たので、うんうん、おすすめなとしては、ちょっと抽象度高い感じですけど。いや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 、ありがたいです、ありがたいです。いや、本をね、おすすめしていただいたやつも全部購入して、昨日もちょっとこの、うん、なぜ人と組織が変われないのかってやつを読んでいてたんですけど、やっぱり本読んで、なんですか、おすすめしていただいた本をまず読んで、うん、感想をまた伝えるっていうのも、これまた一つ、うん、こう、自分で読んでふんで終わるんでなくて、うん、こう誰かに伝えるっていうのもまた一つこう何ですか、読むモチベーションになったりだとか、うん、
ていうのもあるなと思いながら、こうまたいい本があればおすすめしていただけたらと思ったり、こうそうですね、はい、YouTube も見ながらまた勉強したいな。オグラリアさんの本とかローランドさんの本もちょっとおすすめ。そこはちょっと今メモして読んでみようと思って、この時間そう、プロオグラリアさん、そうですね、あと もう一方のごめんなさい、僕名前を覚えるのがめちゃくちゃ苦手なんですよ。ああ、いやいや、もう一回、ローランドさんですね。はい。ですね、全く別の人間ですよ。なんて言えばいいんだろう。おかしな人たちなんですよ、要は。あ、うん、で、だからいいみたいな感じですね。HSP の場合だと細かくて考える本とかっていうのはもちろん大切なんですけど、はい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 、やっぱそれだけではなくてですね、要はなりたい自分のイメージって難しいからこそ、そういう人たちの本とかを読むことによって、なりたい自分のイメージを作るって言ってちょっと伝わりますかね。分かります分かります。な感じなので、ここ入れると、でその中でもやっぱね、そこのお二人がね、格別にもうおかしいですよ。あ、もうすごいいい意味ですけどね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあこれがね、誰やさんの本だと、何でいくの、あるので、まあいろいろそうですね、さっきのでいくとやっぱ楽しむことが一番だけど大事だと思ってます。やっぱり辛いことを、なんていうのかな、修行できるのもやっぱり楽しめるからこそ、なのでやっぱりね、部活とかも私も好きで、ね、はいはい、いろいろやってましたけど、スポーツとか、はいはいはい、やっぱりその辛い練習は辛いんですよね、うんうん、けどそこにやっぱり目標とか目的とか楽しみがあるからこそ、うんうん、やっぱり頑張れるというかやれるところがあるので、それと同じような感じで日々の生活とかね、やっぱり自分自身 その自分育て芸みたいなもんなので、うんうんうん、本読んだりもそうだし、実践したりもそうだし、うん、境界線とかもそうだし、まあ、だからそうですね、そうやって言われると成長って難しいですね、うん、なんかこう自分のこうありたいっていうのを見つけるためのなんか段階がちょっとこう一つ必要なのかなというふうに思っていて、なんとなくこう、まあ、いわゆるいい先生みたいな感じで常に、まあ、自分で言うのも変ですけど、まあ、なんかこうわわわとこうどん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 こう評価されてて、じゃあ、うん、こういう教育委員会来ないかいみたいな風になって、うん、でもそこでボンとなんかこう落ちて、でもこのままじゃあ終わりたくないなって思う気持ちもすごくあるし、こういう経験したからこそできることもまたあるなという風にこう思いながら、こう再生というかもう一回自分のこう価値観だったりっていうのをこう積み上げ直しながら、うん、ノートとか取ってます、要はその、思考の筆算という言い方をするんですけど、はいはいはい、いや中島さんに言語化が大切っていうふうに、うん、教えていただいて、うん、まあ、本当に簡単な日記的なものだけ今つけてるんだけど、うん、そこもこう技術として学んでいきたいなと思うところではあるんです。そうです、まあ、私はマインドマップ、マインドマップって知ってます？あ、はいはい、わかります、はい、うん、でインストラクターなので。ああ、そうなんですか。あ、そうです、なのでめちゃくちゃ引き出しやすい。だからすごいですね、マインドマップだとエンパシーライティングって、はい、他にもその文章作成のやつがあるんですけど、その2つだけはもうどうにもならなくて自分のオリジナルは作れなかったですね。やっぱマインドマップはすごい相性がいいので、私とは。で、今なんでかっていうと、もう一回自分のどうありたいかをその考えるタイミングだと思うんです。で、答えを出すために書き出すんではなくて、答えを見つけるトレーニングをするために書くイメージで、
なるほど。自分はどうなりたいのかとか、じゃあ何年後どうなりたいのかもそうだし、自分が好きなことはどうなんだとかっていうのを、うん、ひたすら書く。でそうやって書いていくと、例えば今回はマインドマップにはちょ最初だけしたんですけど、例えば、こんな感じのメモ取りながら書いてたりするし、どんな形、まあ、いろんなね、ワークというかフレームワークはあるので、まずは自分がどうありたいのか、何やりたいのかっていうのを書く。で、書けないと思うんですよ、最初。うんうん、だから書くみたいな感じなんですね。なるほど、なるほど。うん、それがトレーニングになるので、そういったいろんなアプローチから、やっぱ言語化っていうのはすごい意識された方がいい。はいはい、多分お子さんとのやり取りとかご家族とのやり取りも意識していくと、やっぱりあれそれが多かったりとか、逆に言葉が多すぎることもあったりすると思うんですよ。だから相手が何を考えてるのかなとか、相手の価値観ってどことか、だから自分がかの、自他境界線もあれば、相手から見た自他境界線もあるわけですよ。そういうふうにして寄り添っていく、意識していくっていうことをやると、まず確実に関係性が良くなるので、だからそういったところで日々を意識しながら、実感しながら楽しんでいくっていうことがおすすめですかね。なるほど、ありがとうございます。もうなんか完全な人生相談みたいになっちゃって。そこはね、逆にちょっと申し訳ないところですよ。ね、とんでもないです、とんでもないです。もう職業がどうしても正直がね、いや、はい、こんなに初めて会う方にこんなに自分を開示できるのって不思議な感覚でした。あ、本当ですか。あ、そう言っていただけるとありがたいことです、はい、ありがとうございます。そうです、まあ職業柄っていうのもあるんですけど、やっぱりどれだけそういう人が少ないかっていうことを知っていただければありがたい。特に、先生方からすると、子どもたちが心を開いてくれるかくれないかみたいな話、結構簡単にされる方多いんですけど、はいはいはい、だってそもそも自分だって話せないでしょっていう、やっぱりそういう、やっぱり自分が、まあ、先ほどのもそうですけど、やっぱ経験してるからこそ寄り添えるっていうところがあるし、話せなくて当たり前、だからその中でもそういう関係性っていうのができたらいいよねっていうところ、やっぱそのゼロから積み上げていくイメージなのかなっていうのがあるので、まあ、けどそう言っていただけるとありがたいです。はい、すごく共感できるところが多くてですね、またいろんな話を伺いたいなっていうふうに私自身思っているので、やっぱりこのなんかこう、こんなに急に会った方ですけど、この ご縁というかですね、つながりを私は大切にしたいなってすごく思ってます。そうですね、ありがとうございます。はい。ちょっと別の方からも、俺も対談したいんだけどみたいなのは、ちょっとフェイスブックの方でもいただいたりもしてて、ああ、そうですか、そうですか。ちょっとまた、いろいろと、そうですね、逆になんか、こういうの話聞きたいんだけど、みたいなのが、今日話してみて。はい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 。最初はちょっとよく分かんなかったけど、実際話したら、あ、中島ってこういうやつでこんなのもできるのかと。したらさ、じゃあこういうのもいけちゃうみたいなのがあれば、ご連絡いただけると、はい、いいですね、面白そうですね、とかっていうのもできるし、まあもちろんその、はいはい、私としてはそのアーカイブとして、はいはい、残していければいいなとか、はいはい。っていうのあるんで。ありがとうございます。もう、この最初の健康な研修のね、ところも、こうずっと追って聞いていきたいなというふうにも思うし、この先輩学みたいなところもそうですし、子どもの自己肯定感を育むっていう部分もまだまだこう掘り下げていきたいなというふうにも今の時点でも思っているところなので、今日お話できたことをちょっと自分の中でもまとめながらまた、はい、続けれたと思います。はい、はい、ではですね、YouTube の方は、ちょっと待って、これどうやって終わらせるんだ、ちょっと待ってくださいね。はいはい、ああ、そうか、やっぱりここら辺がだからあれですね、やんないと分かんないですよね。
いやでもいろいろ行動なされてて本当に本当に尊敬します。いやいやいや、そう言っていただけるとありがたいですけど、本当にこれあとここら辺をね、その先生方とかにいろいろ多くの人に知ってもらえるといいんだけどなって思います、ね。はい、あ、ちょっと待って。あ、まあいいか。一回じゃあ、終われば終わるんだろうか。どういうこと？ちょっと、あ、いや、じゃあ、あ、これか。これを。はい、ではですね、やっと見つかった、はい、じゃあ YouTube の方は一旦これで終わりにします、はいはい、ご視聴いただいた方、はい、ありがとうございました。またやろうと思いますので、はい、ぜひですね、まあ、チャンネル登録とあのいいねボタン押していただけるとありがたいです、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。